挙手お願いします。毎日新聞の藤川です。兵庫県の斉藤知事の一連の問題をちょっとお尋ねをしたいんですけれども、今日は藤田幹事長が東京都の取材の方で今後その必要に応じて、県議団と話したりとか、その瀬戸知事の委員会の証言だけで話しきれるかどうかわからない部分に関してはご本人と直接話す必要がある旨をお話しされたんですけれども、その点についてその吉村共同代表も、まあ、ご自身で例えば会って本人とお話を、まあ、する機会を設けたいというようなお考えがあるのかどうかということと、ちょっと重ねてにはなるんですけども、30日がちょっと証言の予定だったんですけど台風当たるかもしれないというのもちょっと向こうでは話題にはなっていて、その証言110人証言に立たれる機会っていうのが一つ何か判断の基準になるのか、それともそれで不足した場合に追加の機会を作っていくのかっていうのはどう考えでしょうか。はい、まず藤田幹事長はこの件についても直接県議団とも情報共有したり、あるいはそういった斉藤知事と話をするということを藤田幹事長が党を代表してやるということですので、まあ、ここは藤田幹事長が党を代表してやるということになるんだろうと思います。まあ、必要があれば僕自身も全然それに参加してもいいし、とは思っています。ただまあ意識的には藤田幹事長がやるという方に、まあ、党としては考えていますし、まあ、僕もまあ必要であれば参加は当然してもいいと思います。で30日の110人会で初めてのこれ斉藤知事本人の証言になると思いますし、斉藤知事本人もやっぱり110位で自分の考え方を述べるということもまあおっしゃっていますので、やはり我々としてはまあいろんな毎日いろんなこれがパワーでないかとかいろんな疑惑というのが報道される中で、斉藤知事が証言としてそこでどのぐらいどのような内容のことを話されるのかというのは当然非常に大切だと思いますから、それは注視をするという考え方です。またそれを踏まえて県議団とも協議をするということになると思います。でその不足があれば直接聞くというのはもちろんそれはやるべきだと思います。なのでちょっと何が出るかわからないけれども、そこでやはり今思うのはいろんなこう情報が出ている中で斉藤知事本人の自らの声というか自らの発信というか、そこをやっぱり我々としてはもっとやっぱり説明をできるようにやってもらいたいという思いもあるし、ただここは百条位でやるというふうにも本人もおっしゃってますので、まあ、そこを非常に重視をしているところです。もし付属で足りないところがあれば藤田幹事長が直接本人からお聞きするというのも、まあ、それは大切なことだというふうに思います。まあ、それを踏まえて日本一の会としてどうするかということを判断していくということになるとは思います。ありがとうございます。いかがですか。どうぞ。フリーの横田はじめですけども、橋本徹さんはもう現時点で斉藤知事は辞職に値すると告発潰しの権力行使だという、まあ、初動を問題にしているんですが、この点はどうお考えでしょうか。はい、まずその初動のところについてもやはり我々として今回その初動のところも9月の6日かな、5日か6日にも本人が百条委員会で証言があるということですので、私もそこは非常にちょっと注目をしているところでもあります。で重要なところではないかというふうには思っています。ただその斉藤知事自身の言葉でまだそこは記者会見では話はされてますけれども、百条委員も含めて、まあ、しかもその初動についていろんな前回の百条でもそういう証言がある中で、まあ、斉藤知事がどのような証言をされるのかということはしっかりと聞きたいなというふうには思います。でその上で橋本さんの、まあ、判断というのはもう橋本さんの判断としてあるとは思いますが、まあ、非常に確かに重要な視点のところだとは思っています。ただ我々として党としてどう判断するのかということについては、やはりその斉藤さん本人が百兆委員会で話すというふうにもやっぱり言っておられることも多くあるので、まあ、そこは
しっかりと聞いた上で、判断する必要があるというふうには思っています。吉野共同代表が盛んにおっしゃっている斉藤知事が自分の言葉で語るべきだというのはまさにその通りだと思うんですけども、実際にですね、元局長に事情聴取をした3月25日にですね、噂話を集めて、作成したというところを斉藤知事は切り取って紹介しているんですけれども、どういう質問でその供述が出てきたかすら未だに答えてないと。昨日も記者会見があったんですけど、その肝心なところを全く答えてないんですが、自分の言葉で語ろうとするどころか、事実を真相を隠蔽している疑いが非常に強いという点については、共同代表はどうご覧になっているでしょうか。なので、そういった横田さんがおっしゃるような指摘もあるし、いろんな声がある。じゃあそれに対して百条委があって、それも審議するということで、斉藤知事のやっぱり自身の言葉で、百条委の証言って非常に重要だと思いますから、そのプロセスも非常に重要な議会としての手続きなので、そこで話されることがどういうことを話されるのかということは、もう僕は重視し、非常に大切だというふうには思っています。そうじゃないかとか、そういうのはいろんな出てくるんですよね、疑惑においても。だけれどもさ、ご本人がというと、なかなか十分な県民の皆さんが、ああそうかと、じゃあ認めるところはここは認めるんだけれども、だからここ改善します、でもここはちょっと違う、あまりにも誇張されてますとか、事実はこうなんですとか、いろんな意見があるとは思う、斉藤さん自身の言葉というのがあると思うんですけど、なかなかその真相がわからない状態の中で、斉藤知事がどのようにおっしゃるのかっていうのは、百条委っていうのは非常に重たい手続きだと思ってますから、そこでどういうことを話されるのか、横田さんがおっしゃったようなこともいろんな、なんていうのかな、それ以外でもいろんな指摘がありますから、それこそ、ある意味百条委員会には偽証罪の対象になり得るというぐらい の重たい手続きですから、そこで、しかも市本にも百条委で話すというふうにおっしゃってるので、そこをちょっと聞かない限りは、いろんな憶測で判断はちょっと僕自身はできないかなとは思っています。あと8月23日のですね、文春の電子版にですね、自殺した元局長の音声データの内容が紹介されててですね、誰から聞いたのかという、いわゆる犯人探し、情報提供者の特定をしようとした質問をしたという、記事が出てるんですが、これについて斉藤知事は反論もせずですね、で事実無根だったら法的措置をちらつかせるぐらいの何らかの対応をしないとおかしいと思うんですけれども、それすらしてないと。でこれは、真相はですね、多分犯人探し、情報者を特定しようとして、片山副知事が当時の質問をして、それで、情報提供者を守るために噂話をもとに作成したという供述をした可能性が高いと思うんですけど、そういう真相を斉藤知事が一切語ろうとしないと。しかも事情聴取したんだったら議事録が質疑応答録が残ってるはずですから、それを説明すれば済むのにそれすらしていないと。こういう姿勢についてはどうご覧になっているでしょうか。やはり、そこだけに限らず、いろんな、もう日々毎日のようにいろんな疑惑であったり、ここが課題じゃないかっていう指摘がありますそれに対して、やはり僕はもっと事実はこうだっていうのをどんどん発信するべきだと思いますし、それは報道機関がそこを報道しないのであれば、自分の発信手段っていうのはあるわけで、そういうのでも発信をするなり していかないと、報道されているところだけは事実になって、あるいはそのいろんな憶測が飛び交うということになるので、ここの説明を責任というか、それは大変だとは思うんですけれども、それはやっぱりこれやんなきゃいけないことだと思うんです。なのでそこをじゃあどうするかというと、百条委でもしっかり話しますという話もあるし、なのでちょっとどういう証言になるかわからないけれど、斉藤知事本人がやっぱり、百条委で話しますと言ってる以上ですね、この百条委の斉藤知事の証言、どのような話をされるのか、またそれが本当に何ですかね、
中身がどうなのかということも含めて、まだやったことないわけですから、今回初めてやりますし、非常に重要な点だと、それ以外の点は結構出てきていると思いますんでね、疑惑、ここは疑惑じゃないかとか、いろんなアンケートとかも含めて、いろんな指摘が出てきている中で、じゃあ斉藤さん自身がどのように語られるのかということは、まだ百条委員会でやるというおっしゃってますので、そこは我々としてもやっぱり注目を、重視をしていきたいと思います。で、先ほど、藤田幹事長もありましたけど、藤田幹事長、もし足りないことがあれば直接確認もしたいということですから、ぜひそこは確認をするということになりますし、非常に近い時期、9月5日か6日にそのおっしゃっているその告発のところの部分も百条委で本人の証言をするということなので、もう僕としてはそれを、橋本さんの指摘もありますけど、僕自身もやっぱりそこについて知りたいなという思いもありますから、そういった意味では9月5日、6日のこの証言ということも非常に大切ではないかというふうには思っています。はい、ありがとうございます。それによっては、不信任案提出もあり得るという理解でよろしいですね。本人の話、そして、とりわけ、県議団の意見が非常に重要だと思いますけど、一番詳しいのは県議団だと思いますから、まさに兵庫県庁の中の話 で、兵庫県議会が議員団があるわけですから、兵庫県、維新の兵庫の県議会からもしっかりと話も聞いて、協議もして、そして日本維新の会として判断していくということになると思います。よろしいでしょうか。なので、もしここ足りないなというような話であれば、その追加で何かするというのは、これは当然ありえると思います。なんか8月30日で全て決めるという話でもないとは思っています。以上です。はい。